さあ第一レースどんな感じになるのか、皆さんこんな感じだっていうのは分かっていただけると思います。よろしいですか。ワールドチャンポンクラシック初の試み、チャンポン早食い王座選手権第一レース、よーいスタート。さあスタートしました。一気に今橋を割ってガッツキ始めた。一番左、ステージ向かって、ごめんなさい、一番右の新居浜から来た大坪哲也24歳、すごい勢いで食べている。猫舌ではないのか、すごい勢いで食べています。鳥津安高地元代表、これは無理じゃみたいな顔しておりますけど、この方マラソンで鍛えておりますので頑張っていただきましょう。そして机を使ってボソボソと橋を運んでるのは宇和島から来た真ん中原口剛が今すするように机にちょっとどんぶりを置いてすすっております。ステージ向かって左から2番目エントリーナンバー4番井上刑事、結構早い16歳の娘が今ビデオを撮っています。そしてエントリーナンバー5番藤田正樹、さあ息子は全然見てませんが嫁はんがかなり凝視をしております。あんた勝ってこんかったら分かっとるやろねみたいな顔で見ております。さあ藤田正樹は必死で頑張っている。さあどうだ、なんと座り込んでしまった大坪哲也、座り込んだがもう麺がほとんどない、もうほとんど麺を食べ尽くしている大坪哲也、新居浜からやってきました。味わって食べたいというふうに言っていた大坪哲也が、さあ今麺を1本机に落としたが、それも戻した、丼に戻した、そうです、食べ物は大切です。今丼に戻して麺をほとんど食べました。ステージ向かって一番左手大坪哲也が24歳、あとはスープと具材だけ。さあ鳥津やったかまだ全然です、これはあかんわ、俺は無理やって感じになっています。原口剛が意外と健闘している。さあそして井上刑事もほとんど麺を食べ終わっている。なんと藤田正樹もほとんど麺を食べ終わった、あとは具材だけ。さあ最後スープにかかっておりますのはステージ向かって一番右で大坪哲也24歳、独身かどうか知らないんですけど、あ食べ終えた、おなんと最後の汁が熱くて飲めないが最後の汁を飲み尽くした。さあ手が上がった、大坪ちょっとごめん、浜も解いて大坪哲也一言どうぞ。ジャンポン最高、哲也優勝。第1レースは大坪哲也が第1位、タイムは1分59秒です。さすがでございました、1位通過大坪哲也。あとの4人の方、参加賞がありますんでね、参加賞はなんと浜ポングッズでございます。参加賞は何でしたっけ、参加賞ハマポンのメモ帳が送られますんで、え、ちょっと味わいました、やけどしましたそうですか、参加者の皆さんね、あと下であの宇和島の方もゆっくり食べていただいて構いませんので、参加者ハマポンのメモ帳をお受け取りください。まだもうちょっと食べたい方持っておりていいですよ、もうちょっと食べたいって言われる方、はい、どんぶり持っておりていただけると後で片付けが助かるんでね、ありがとうございます。さあそして大坪哲也は勝者の椅子にお座りください。勝者の椅子にお座りいただきます。タイムは1分59秒が出ました。すごいことになっております、ワールドチャンポンクラシック。またこの手作りの1分59秒のこの札を掲げた男が今勝者の椅子に座っております。第2レースからはこの1分59秒よりも早いタイムで来ていただく必要がありますんでね、皆さんどうぞ頑張っていただきましょう。